はい、今、一度、必要でございます。えー、ちょっとね、今、編集してる動画、まあ、同日に上げれればいいかなと思うんですけど、えー、この間、大原でやってる時にね、ちょっと使ったエアガンについて、ね、丸いのコンパクトガスガン、LCP です。ネジのアダプターつけました。どういうことかっていうと、 ここういういとですねまあこれとりあえずねこれあのベレッタ 12S 用に買ったサイレンサーなんででかいですね明らかにねもうおかしなことになってますよね本体より大きいサイレンサーみたいなただまあこれもこのサイレンサーもね実はちょっとライラックスの,あのインナーの吸音材入れて、えーまあ、サイレンサーの単体のねコストからするとちょっとね お金かかかりすすすぎかなって感じもするんですけどちょっと音のね感じを試したかったんでねで今持ってる本体で一番発射音ちっちゃいのはこれかなっていうことでこういう組み合わせで試しましたでゲームで使ったらどうなるかいうことをねまあそれは一応そう上げてはあるんでいいんですけど正直言うて、えー、めちゃくちゃいい効果は得られなかったんじゃないかな。ね でえー、っとねこのサイレンサーのキットのよいしょ問題ですもう今バラした時にすでになりましたよねネジが取れちゃってますこれねあの <laughs> 要は、まあ、このサイレンサーねもうほんまはね前も前は正ネジで後ろは逆ネジなんでこの正ネジでも良かったんですけどここがね ただ今どうもこういうサイレンサーとかハイダーとかその辺のネジの規格っていうのがあのー、完全にこの1 4ミリ逆ネジっていうやつにこう勢力図が押されてる。なので商品がこういうアタッチメントにしてもサイレンサーやったりハイダーやったりとかしても逆ネジの商品が圧倒的に多いんで。 これ重要な逆にしとく方が一番メリットが高いと例えばこれをつけるんじゃなくて次になんか違うサイレンサーをまあこれに合う感じの大きさのサイレンサー買おうと思った時にやっぱり逆ネジやっていうことがあると思うんですねところがですよこれ組むためにねこのネジの根元のパーツが中に入ってるんですよねまあスライド分解、えー、バレルも外してそれを 装着して、もう一回組み直すっていう感じなんですけど、ネジですごいしっかりしてるかと思いきやね、サイレンサーの方が逆ネジで、このネジ自体を止める、本体側に止めるネジが正ネジなんですよね。どういうことが起こるかって言ってさっきのことになるんですよね。目いっぱい締ま込んだら、今度緩むんですよね。で、緩むときは今度反対から緩めたり、外したくない方から外れたりとか。 なんせこのしっかりガチって止めれない。非常に気持ち悪いです <laughs>。言うてええんかな前か。この、これね、刑務企画で売ってるんですよ。ね、刑務企画さんで。でもパッケージングはこんなになってました。これにまたなんか説明の、説明っていうこともないけど、なんか刑務企画の袋が入ってたと思います。あの紙がね、なんか入ってたと思います。DNR っていうとこのやつです。 で、他にもね、なんかネットとかで見ると、KM 企画は KM 企画で、なんかもっと単純なやつが出てたと思うんですけど、それは多分ね、バレルを変えなあかんのかな。そうそう、バレルとセットになってて、このね、サイレンス、このネジのとこまでバレルが伸び、インナーバレルが伸びてて、ちっちゃいネジで、バレルの方にこの、 ネジを固定するこというでうでも、それもね、よう考えたらあんまり良くないと思います。なんでかっていうと、こう、締めた時に、インナーバレルをねじってしまう可能性ありますよね。なかなか難しいね。まあ、さやか、もうここはもうこ、このね、中に、ちょっとネジロック気化して、こっちが緩みにくいようにするべきなんやけど、ただ、気ぃつけないと、今度バラしたい時に、緩まへん可能性が出てくるんですよね。もうめんどくせえな、みたいな。 せめてね、この一番、この根元のつばになってるとこを面で落として、レンチがね、引っかかるようにしといてくれたら、もうちょっときつめにロッくかけてもええのにな、みたいなね。まあ、相変わらずの愚痴具合です。まあ、あとはこのサイレンサーのインナーですよね。これ僕よく使います。 まあまあ、あのーも、問題ってこともないけど、うん。まあ、ライラックスのインナーを使いました。で、前にも質問来たんですけど、ここのどこのサイレンサーですかみたいな。なんかね、店で売ってた安いね、UFC とかで扱ってるようなね、なんの変哲もないサイレンサーだと思いますで。たまたま店で売ってて、まあ、たまたま、こう、ベレッタ 12S と組み合わせた時に、ああ、こういう感じの大きさのやつがいいなって言うんで、 買ったすごい適当に買ったやつですこんなとこでいいかな <laughs> まああの LCP 使ってどうなったか、えー、まあよかったら、えー、ねゲームの動画の方を見てくださいということでねまあそんな感じですではでは